になりました。皆さんこんにちは。今日も始まりますよ、でんでんラジオです。それでは行っていきましょう。地域から世界に発信するラジオ、でんでんラジオ。はい、最後数曜、中華なびら。6月4日、土曜日、ググル9時、でんでんラジオの時間の遠いびん。皆様こんばんは。6月4日、旧暦の4月29日、土曜日、午後6時、でんでんラジオの時間になりました。Hello everyone, it's June 4th on Saturday at 6 o'clock, time for でんでん Radio, ラジオ子供大学。中ヌパーソナリティやシマクトバビンチョウソウル、上村アイヌト、ザクラシャーナト、ヒガナナセト、タマシロマイト、ヒガカイネト、ナサクタト、タマキシンノスケト、アカミレリュウブト、ナガムト、ミツキアイビン。それではこの番組の紹介をしていきたいと思います。この番組は沖縄の言葉シマクトバを伝承伝達伝伝ラジオです。シマクトバ英語大和口のトゥリリンガル三言語で挑戦し、次世代へのシマクトバの伝承と多世代異世代国際交流を促進することを目的とした番組です。インターネットを使える環境の方は FM コザと検索するとユーストリーム放送で映像と音声を配信していますので、皆様どうぞ最後までお付き合いください。この番組はシマクトバ英語大和口ぬみーちぬくとばちかて、ちぎぬしでぬちぬちゃんかい、しまくとば伝承し、うふおくぬしで、ちがいるしで、国際交流、ししみるくと目的と相違びん。皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエスト、しまくとば、英語に関する質問も、どしどしお待ちしています。メールアドレスは、すべて小文字で、761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp です。皆様からのメッセージリクエストお待ちしています。いずれも番組名でんでんラジオとお書き添えください。ラジオネームも忘れずに。
ラジオチチョールグスヨからぬメッセージ、直訓リクエスト、しまくてば、英語に関する質問など、どんな言うして君せえびりようさい。どちらん、でんでんラジオんち、番組ぬのうじ、かちみそうち、ラジオネーム、わしららんごと、かちみせえびりようさい。はい、さい、みなさん、こんにちは。皆さん元気お過ごしでしょうか。今週も始まりました。でんでんラジオです。はい、先週ぐらいですか？先週かな？ちょっと覚えてないんですけども、まあ、梅雨にね、入りまして、数万暴数ですね、うん、梅雨が入って、ああ、ちょっと、なんか洗濯物とか、ちょっと大丈夫かなとかって思われた方もいたと思うんですけども、最近はちょっと暑い日が続いてますね。太陽が出て、もうティータカンカンして、汗水垂らして、もう水が足りないんじゃないかなっていうぐらい本当に暑いと思うんですけども。うん、車に入ったら。大丈夫ですか？本当ですか？今ちょっと車に入った。あ、むそびました、もう本当に暑いですね。ああ、そうですよね、うん、本当にもう。ムシムシして、もう、運転されてる方も本当に、水飲みながらね、水分補給しながらぜひ、体調を整えていただけたらなと思っております。はい、まあ、梅雨も、なんかニュースによってはなんか終わりじゃないかっていうニュースも出てたりしてはいるんですけども、まあそろそろですね、このカーチーベイの風が吹くと言われるんですけども、あ、皆さん、カーチーベイとか、ご存知ですか？カーチーベイですね。カーチーベイ。カーチーベイってご存知ですか？聞いたことありますか？皆さん。どうですか？聞いたことはないですかね。そうですね。あんまり聞かないですね。ないですよね。もちろんそうですよ。だから準備したんです。このカーチーベイというのはですね、まあ、梅雨明けぐらいから、吹くこの南風のこと。を言うんですけども、字として漢字で書くと、夏至の南風と書いて、カーチーベイと言いますね。よくカーチーバイとかっていうなんかお店だったりとか、居酒屋検索者出てくるんですけど、とか、先島ミーティングって言って、下地勇さんと、わかります？荒井由紀人さんが組んでるグループで、カーチーバイっていう曲があるぐらい、の曲なん、あるんですけども、まあ、この時期でその沖縄のこの自然がすごく豊かになるっていうふうな意味合いで、その、あ、この風が吹くと、あ、夏が来たなと、そういうふうな、昔の人たちは、昔の人はそういうふうに感じていたみたいですね。まあ、本当にもう、そろそろ本当に夏の訪れが近いような感じですよね。今日暑いですからね、また。うん、まあ本当に、まあお家でもう早くもクーラーつけてちょっと夏バテ気味の方々ももしかしたらいるんじゃないでしょうかね。まあ本当に体調の方を管理して、まあ今年の夏もね、やってきますので、元気にやっていきましょう。もう自分、まあ人間の心がカーチーベイのような感じでね、みんなが熱い思いであれば、そんな夏の風も吹っ飛ばして、夏バテもないんじゃないですかね。はい、ということで。はい。はい、まあ、もう元気よくね。夏風のように、はい、まあ、元気よくやっていきましょう。はい。ということで、まあ、今週の、早速行きましょうね。で、今週のでんでんラジオのテーマがですね、はい、いただく感謝、うしりが風デビルということで、テーマ作りました。まあ、いただく感謝ですね。まあ、頂戴することの感謝。まあ、うしりが風デビルというのは、このもう、感謝のもう最上級の言葉ですね。もう本当にありがとうっていうような意味合いなんですけども、本当に感謝してますという意味ですね。まあ内容としてはですね、まあこのそろそろ来週の方に旧暦行事ですね、ゆっかの日という行事が控えていますので、はい、その方をですね、はい、ぜひ皆さんと一緒に学んでいけたらなと思っております。で、後半の方でまたシャナさんの英語のコーナーがございますので、そこの方も一緒に学んでいきましょう。ということで、最初の曲に入る前に、スポンサーさんの紹介、ユタサルウトゥウニゲーサビラ。はい。クリカラン、ワッターがウシワンカイナトール、スポンサーの紹介、ウンヌキサビラ。住宅、リフォーム、建築のことなら、有限会社、丸一重機。自分らしく生きる空間、ユーロー老人ホーム、ニヘデホーム。
有限会社二兵デイビル。柔道制服のことなら熊野整骨院。皆様の癒しの空間、デイサービスセンターシオン。どんなリフォームもお任せください。株式会社三人。お寿司、海鮮料理のことなら寿司、海産物、石松。ヘアーカットのことならビューティーサロン、フレンド。 AU ショップ、ネーブルカデナ店。生きる支援職人の輩出を目指す琉球リハビリテーション学院。アーリーラーナーズ、インターナショナルスクール。車の修理一筋、45年以上、有限会社、金城自動車の提供、FM 小里、沖縄ハンズの NPO の協力でお送りしています。スポンサーのぐすよ、一平一平、二平デイビル。はい、ということで、スポンサーさんの紹介しました、させていただきました。はい、本当にありがとうございます。皆さんの、協力がなければですね、この番組も成り立っていませんので、その感謝も込めながら番組進めていきたいと思います。はい、では早速ですが最初の曲に、参りたいと思います。最初の曲はじゃあコウタくんの方からですね、はい、お久しぶりですねコウタくん。はい、一週間の出演となるので皆さん、あ、一週間ぶりの出演となるので皆さん聞いてください。はい、はい、主演の曲は娘人とエイビン。この時期に、復活で、カーチーウェイの話が出いましたが、この音は、最初に、南風吹けば、という歌詞が出てきます。暖かな南風が吹き、沖縄の自然曲、自然が豊かな、になっていく景色が、浮かんでくるような曲になっていて、これからの時期にぴったりです。皆さんも一緒に最後の歌詞の人頭よ、人頭よと歌ってみてください。心が温かくなりますよ。それではラジオ父アルクスよ、月むさわりをさい。それでは娘人頭よびんどうぞ。
はい。ただいまお送りした曲は沖縄で有名の曲、娘人とようをお送りいたしました。はい。この曲も沖縄の人は聞いたことあるんですけど、実は、さっきもオープニングで話があったように、カーチーベイという南風のことを話していましたが、梅雨の時期になるともう南風っていうか、暖かな風が沖縄に来るので、待ち遠しくな、沖縄県も待ち遠しいですよね、その南風が。はいはいはい。もうそろそろ吹いてるかもしれないですね。梅雨の時期また暖かくなって、ちょっとジメジメした時とかって、もしかしたらその風が吹いてるかもしれないですよね。もうあれが本当に 100% バーって吹いたら、もう夏のね、雲もみんなで、ってロケていって、もう夏にね、なるんじゃないですかね。はい。はい、まあこの曲はこの、まあ、この沖縄がその自然に潤っていくような姿もそうなんですけども、うん、まあ、サトゥも好きな花とか、それとサトゥっていう言葉が出ましたよね。はい。まあ、サトゥっていうのはこの女性から見てのその相手ですね。男性、惚れてる人とかっていう、まあ、殿方のこと言うんですけども、まあ、その方を思っている女性目線の歌でもあるんですよね。はい。はいはいはい。この素敵な花あるけど、あの人も好きって言ってたなっていうような、そういうのちょっと可愛らしいね、歌詞。はい、可愛らしいですね。ぜひこの、娘人というですね、今後もぜひ聴いていただけたらなと思います。人童謡ね、こうたくんね。はい。人童謡ね、こうたくんね。はい。はい。ぜひ皆さんも歌ってみてください。それでは、はい。この曲何でしたか、こうたくん。ただいま、お送りした曲は、娘人童謡でした。いっぺんにフェイデイビル、ありがとうございました。はい、いっぺんにフェイデイビル、ありがとうございます。はい。それでは最初の曲、間違えました。コーナーに入っていきたいと思います。準備 OK ですか？はい。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 それではタイトルコールお願いします。うちなびんちょうタイム！はい。ありがとうございます。はい。もうちょい生きるんじゃないですかね。カーチベイの風が吹いてないからかもしれないですね。はい。このコーナーはですね、沖縄ですね。私たちの地元であります。このウチナーについて学んでいくコーナーになっております。はい。今日の年々ラジオ、今週の年々ラジオのテーマがですね、いただく感謝。牛がフーデービル。ということでテーマを置いております。まあ、この、本当にいただくことに感謝ですね。この、本当にいただけること自体がすごくありがたいことということで。まあ、それに関連してですね、沖縄の旧暦行事に、スポットを当てて紹介していきたいと思います。今回紹介する旧暦行事はですね、ゆっかの日という旧暦行事ですね。この行事がどういう行事になっているのかということを、まあ、いろいろ、高校生メンバーが調べてきたという、こうね、中高生メンバーがね、調べてきたということで、ぜひ紹介していただけたらなと思う。はい。まあ、ちょっと聞いたことあるような人もいれば、まあ、全然わからないなっていう人もいるかと思いますので、一緒に学んでいきましょう。はい。ということで、じゃあ、最初はどなたからいきますか？はい。じゃあ、自分から、はい。紹介していきたいと思います。はい、で、今あったように、この、ゆっかの日っていうのは、この、よっかの日って書いて、ゆっかの日っていうんですけど、この、旧暦の5月4日で、来週、あたりにある行事です。で、これはこの一年で一番大きなこの厄日といって、戦前の沖縄ではこの子供たちにおもちゃを買い与えて喜ばせるってことで、このその笑い声といいますか、そういうパワーでこの厄を払っていたと言われています。うん、もうやったーっていう。あの当時喜んだでしょうね。そうですね。まあ、本当にユニークな沖縄の昔のお餅たくさんありますから、はい、まあ、今のようなそういったゲーム機なんて、うん、ましじゃないですから、そうですね、絶対喜んでたと思いますよ、ね、こうたくんね。よっしゃ。でも頑張りますよみたいな。あ、まあね、このお茶はおもちゃね、もらって頑張りますよってね、遊ぶんでね。はい。はい、ごめんなさい。はい、という感じで、この年に1回しかもらえないのですごい貴重だったんですけど、
この子供たちにとってはこのおもちゃ市がこの日にしか立ち並ばないのですごい楽しい子供の日でもあったんですけど、まあ、以前はこのイトマンハーレーが行われた港近くでこういうおもちゃ市も行われていてすごいハーレーに重なってハーリーに重なってすごい賑やかだったと言われています、うん、なるほど。なんか見てみたいですねその風景を。そうですね、今ではもうあんまり見れないですから、うんうん、まあ昔はそういった儀式で皆さんもね生活してましたから、うん、そういった風にあこの年この日がやってきたんだなっていう、うん、なんか季節感じられますよ ね、 そうですよね。またこのイベント来たらこういう季節なんだなとか、うんそういったまた新たに確認する上でいいですよね。はい。でこのハーリーっていうのがこの豊漁このなんだろう魚がいっぱい取れるようにとか海の安全を祈願してこの各地で行うものなんですけどこの沖縄の伝統である漁船のサバニに大人11人が乗って他の漁船とスピードを競い合う競争のことを言います、うん、はいはいはい。で最近はこの村だけでなくて企業とかもハーリーに参加しているみたいなんですけど、じゃあそのハーリーの歴史を美月先輩から紹介していただきたいと思います、はい、美月くん、はい、じゃあ自分からはハーリーの歴史を言いたいと思います、はい、で沖縄のハーリーは今から約600年前、琉球王朝時代ですね、に中国から伝来したというのが定説であります。はい、はっきりはまだ分かっていませんが、はいはい、諸説あるということですね、はい、諸説がありますね、うんうんうん、で五穀豊穣無病息災航海安全を祈願する琉球王府の大々的なイベントであったため瞬く間に、沖縄全体に広がったと言われています。でまた沖縄は廃藩置県や沖縄戦の影響により、うんうん中断を余儀なくされたんですよ。ハーリーが、はい、ハーリーが。しかし沖縄の漁師文化としてその後も途絶えることなくやっていくことで現在に受け継がれてきたと言われていますね。すごいですね、はい、そうですね、うん、余儀なくされたんですよ、ね、このハーリーといえば那覇の方でね、うん、ありますよね、有名ですね。あれを新暦でまたやられてますけど本当はまあ旧暦の、ま、本当はこの時期がそろそろまあやる時期っていう風な形でなりますよね、うん、僕のおじいちゃんも実は出てたことがあってこのハーリーのポスター載ってたんですよ。あ、そうなんですか。すごいなと思ってだからよく見に行ったんですけど、うん、またその各地でまた、まあ、イトマンハーレのようなまたイトマンハーレもその旧暦にねしっかり合わせて、まあ、あれまた観光客だったりとかそういった方々用で、うん、すごくみんなに親しまね、られてるような行事にはなってきてますけども、本当の意味としては、こういった風にね、旧暦行事、まあ中国からね、はい、600年前から伝わってきたということで、はい、すごくまあ、古い歴史があるんですね。はい。はい。大丈夫ですか？はい。じゃあ自分からはこの、ハーレのこの、地域でやるこの違い、を紹介していきたいと思います。じゃあ、ハーリーから紹介していきたいと思います。はい。はい。那覇ハーリーは、この毎年20万人以上が、この、集まるそうです。20万人、はい、あんなにいるんだ、はい。はい。県内最大規模のハーリーです。秋じゃね、はい。で、この観光客も楽しめるように、この、ゴールデンウィークに合わせて開催されるそうです。いいですね、はい。で、この3日間にわたり、このレースなどはもちろん、この、地元芸人による、このお笑いであったり、ショーとか、この、打ち上げ、花火などをする、そうです。はい。確かにやってますもんね。はい。なんか、本当に一般的なお祭りのような。大掛かりですね。はい。お祭りのような感じですよね。うん。で、この、那覇ハーリーでは、この、レースをこの観戦するだけでなく、この船に乗る体験とかもできるそうです。体験？うん、体験もできるそうです。なるほど、なるほど。すごい。で、イトマンハーリーでは、この、当日この街中がとっても賑わうらしくて、この、老脈男女問わず、言えてた？言えてませんでした。ワンスゲン。ナチゲン。はい。言えますかね。老脈男女。
にゃんにゃ。なんにょ。にゃんにゃ。なんにょ。わとわず、この、いろんな人が大勢集まるそうです。で、そしてこの、古くは、この、木曽や船のことを、晴れ船と呼んだことから、この、糸満と港側では、この、ハーリーを晴れと呼ぶそうです。晴れ船から、はい。晴れ船。晴れ船。から、この、ハーレーっていう、この、言葉ができたそうです。そうなんですね。はい。で、この、港側ハーレーは、この、普通のハーレーも、あ、ハーリーを、この、見ることも楽しめるんですけど、この、女性対抗レースとかもあったり、この、応援合戦、っていう応援合戦もまた見ものだそうです。なるほど。はい。まあ、糸満まで実際、見えたことありますか皆さん。どんなですか？ないですね。ないですね。はい。まあ、場所もちょっと遠い部分もありますけど、この、まあ、そういうふうに晴れ船からそういったハーレーというふうに呼ばれるようになったっていうのは、初めて聞きましたね。本当に大事な。やっぱ地域がそういったふうに、まあ、さっきも言ってましたけど、この季節が来て、ああ、やっぱこのハーレーの時期が来たんだなっていうふうに、まあ、地域が盛り上がることですごくいい機会ですよね。うん。はい。で、次ありますか？あ、じゃあ次は自分から。はい、と、お菓子の種類と、おもちゃの種類を紹介したいと思います。で、じゃあ最初にお菓子の種類からいきます。で、このお菓子の種類、で、あの糸満市湯沢では子供が初めてユッカの日を迎えると八茶組あのお米のお菓子ですねを親戚に配ります。そしてこの日各家庭ではポーポーやチェンピン等を日の神や先祖たちに備えるそうです。で、じゃあ次はおもちゃの種類についていきます。で、コマや竹とんぼ、ハチブラ、お面ですね、うん、でお手玉、たこ揚げ、ろうせきなとか、ハブの口、ハブの口、うん、ハブの口をかたどったおもちゃですか、取れなくなるやつ、ね、などの昔のおもちゃを親からもらい、そのおもちゃを一年中大切に遊んだそうです。へえ、すごい。うん、で、あのこのあのユッカの日なんですけど、ユッカの日に飾る魔除けがあって、あのヤカジっていうんですけど、あの中国風の魔除けで、あのユッカの日に家の中柱に取り付けて厄払いなどをしたんですね。とこのヤカジっていうのはなんか武器とか矢とかが描かれてて、竜とかが描かれてて、結構あの派手な模様色使いされていて、すごい、なんていうんだろう、役が払えそうなデザインです。はい。ユーストリーム放送でも放送し、ちょっと映してるので、はい。見てみてください。で、あの、このヤカジは、ユッカの日以外にも、あの、男児の男の子の出産祈願や、出産祝いなどにも中柱に取り付けて厄払いをしたそうです。はい。はい。この見てますけど、すごくまあ目立つ色しますよね。はい。なんか本当にお守りのような感じにも見えるような気がしますけども、まあ、こういったその派手な柄でそういった邪気を、はい、まあ、払うというような。感じになるんですね。この作りというデザインもすごくなんかいいなと思って、かっこいいですよね。はい。ということで、終わりましたかね。どんなですか？まあ、いろいろ今、ハーレーと、おもちゃですね。ユッカの日のおもちゃに関していろいろ紹介してきましたけども。で、この、今あったように、このユッカの日っていうのは、やっぱ年に一度のおもちゃがもらえる日で、すごい子供たちは喜んだっていう話があったんですけど、はい、このやっぱり昔はこの今みたいにこの
なんだろう、すぐ機械で大量生産できるわけでもなくて、うん、このなんだ自分の手で生み出したりとか、親が作ってくれたものをもらってすごい大事に使ってたと思うんですけど、じゃあ今はすごいどうかっていう話なんですよね、はい、このやっぱ年間でこのクリスマスとかお正月とか誕生日とかすごい当たり前のようにすごい物を与えられているところがあって、うん、なんだろう、それが昔みたいにすごい大事にじゃあ物扱えるかっていうのがすごいちょっと疑問というか感じますね、うん、すごい。そうですね、うん、このまあおもちゃもそうですけども、このまあハーリーも含めてそういったハーリーではそのこの魚とかのこの豊漁というか、うん、そういったのも願っての、お祝いということで、うん、そういった部分ではこの食べ物に感謝するっていう風にもつながってくると思うんですよね、うん、そういったことで本当に人間がそういう風に今いただいている食べ物をいただいて、その行事でもね、そこではまあおもちゃをいただくっていうことで、うん、親からねいただいてますけども、本当にまあ確かに物も含めてそういった今身の回りにあることをやっぱちょっと粗末にね、うん、してる部分っていうのがもしかしたらあるのかな、ちょっと豊かに なりすぎてね、うん、そういった部分があるかもしれないですね、うん、その点に関してどうですかしんのすけくん。やっぱし、この最近までは物をもらえて当たり前だから、うん、だったので、このもらえなくてこの親とかに当たっていたんですけど、この親になんでもらえないのみたいな、妹たちはもらえたのにみたいな、あ、はい、そういうことですね、のがあったんですけど、この昔の人々のこの生き様っていうのを調べたりしてみると、結構自分がやってることは低レベルだなと感じるのは、うん、はい、感じるようになりましたね、はい、以上ですその通りですよね、うん、そうですね、低レベルって自分で分かるっていうことは素晴らしいことですよ、うん、本当にそうですよね、うん、まあ、そういったことがやっぱり日頃その、まあ、当たり前すぎてやっぱり分からない部分っていうのが多いかもしれないですよね、うん、そうですね、うん、もう生活の中でそういうふうに組み込まれてますからね、うん、そういったことが当たり前のように、うん、そうですね、うん、まあ、こういったふうにやっぱり感謝するためにはやっぱこの本当にそういった身近なところからでもね、うん、そういった目に見えて感謝できることっていうことがたくさんあると思いますよね、うんうん、はい、まあ、それこそ、まあ、例えばで言ったら、まあ、島くてばでも小っちいさびらっていうね言葉がありますけど、ね、やっぱりそのものをいただくっていうことで、うん、まあ、ほんで生きてきたものをわざわざね、まあ、殺して、うん、まあ、人間その生きてきた者たちがその口に入るっていう、その命のね尊さっていうのを本当に噛み締めていただきますっていう言葉があると思うので、うん、そういった意味では本当に物にその格差っていうか、そのなんていうかな、レベルなんてないんですよね、うん、そういったものに関して本当にもう本当にどれだけ感謝できてるのかっていうことを、うん、この行事ねぜひ調べてもすごく感じることだと思いますし、本当に日頃のね感謝っていうことをぜひ皆さんも同じようになんか感じてほしいなーってすごく思いますね。はいはい。これ身近にね、そういったできてない方がいれば、昔の人たちはこういうふうに生活してたんだよとか、うん、まあ、まあ現実で言えばその本当に恵まれないね、子供たちっていうの世界にもたくさんいますし、うん、現にもその地域に、まあ沖縄では貧困の問題ってもありますから、うん、明日にはその生きていけない人たちも、いるかもしれないっていう世の中があるので、そういった意味では、この、もっとこの、今ある、今その状況にあることを本当に感謝することが、うん、そうですね、やっぱり大事じゃないかなと。そのぐらい、なんていうんですか、この生活の中で心の、うん、この余裕さ豊かさとか持っていきたいですよね。そうですよね、なんかやっぱ切羽詰まってる時こそそういう感謝できなかったりとか、うん、自分ばっかし見てしまったりとか、うん、周りにね、やっぱさっきもしんのすけくんが言ってたように、なんかなんでこれね自分にはできやらないのとか、うん、はいはいはい、なんで周りはこうなのかって思ってしまうと思うんで、うん、そこら辺をね自分たちからこういういい雰囲気っていうのをね、うん、伝染させられたらいいなと、そうですね、日々思ってます、うん、心の豊かさは物の豊かさではないと、はい、本当にその通りだと思いますよ。この言葉が合うんじゃないですかね、
はい、で本当にこの日々あることに感謝して、この行事からやっぱり気づかされることってたくさんありますので、ぜひ沖縄のね、行事にぜひ触れてみて、そういった部分たくさん感じると思いますので、ぜひリスナーの皆さんも、もし大人の方だったら、子供たちにそういった、うん、ものを与えるときに、この大丈夫かなとかって、ふとね、ちょっと考えるだけでも変わってくると思いますので、うん、ぜひ、考えて、学んで、ぜひいただけたらなと思います。はい、ということで、うちなわ便長タイムのコーナーは、以上やいびん。いっぺんにフェーデビル。いっぺんにフェーデビル。はい、ありがとうございます。はい、ではそれでは、切り替えて、洋楽のコーナーに行きましょう。はい。今日の洋楽は、なんかすごいノリノリな、うん、アップテンポ、ハイテンポ、アップテンポ、アップテンポな歌です。そのタイトルが Can't Stop the Feeling、 なんか直訳するとなんか気持ちを止められないみたいな。まあいいや、はい。The next song will be Can't Stop the Feeling by Justin Timberlake。
はい、14枚。The song was Can't Stop the Feeling by Justin Timberlake でした。はいはい、ここでメッセージがあったので紹介したいと思います。はい、ラジオネームおちょさん、でんでんラジオの皆さん、こんばんは。こんばんは。ハーリーにマハラシーなど、沖縄は古くから伝わる伝統が多いですよね。戦争などで一度途絶えても、また時代は、なんて言うんですかね。まあ、時代をつ、うん、伝えていこうっていう流れ。は、とてもいいことだと思います。ちゃんと呼んでください。メッセージですので。うん、ああ、かなり。最後の一行ね。はい、どうぞ。はい。はい、PS、老若男女って言いづらいですよね。ああ、なんか、めっちゃさっきよりは。ですよね。ちょっと練習しました。言いづらいですよね、はい、本当に。優しいですね、またこんなしてフォローしてくれて、はい、本当にありがとうございます。はい、メッセージ、ペニフェレビル、ありがとうございます。ありがとうございます。老若男女ね、難しいですよ。うん。あ、もうありがとうございます、おちょさん、ニフェレビル。はい、ということで。あ、もうその他にも一応メッセージ募集しますので、ぜひ、どしどし、送ってください。よろしくお願いします。いたさるぐと、逃げさびら。はい。ということで、じゃあ、次のコーナーは？次のコーナーは、シャーナル英語のコーナーです。イェーイ！ウォーフ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 ォー。はい。あの、オープニングの方でも言ったように、今って梅雨ですよね。梅雨ですね。まあ、もう終わっちゃうかもしれないけど、梅雨ですね。だから今日は、英語で梅雨を説明する。なんで終わったで、はい、で、それから。どうします。はい、それから。私に流れとしては、そうですね。キーポイント、キーポイント、キーフレーズ、ポイント、フレーズ、ワード。はいはい。じゃあ、それが、5個あります。で、その、単語を一回、なんか、習ってから、英語を読んで、また日本語を読んで、また英語を読みます。ああ、聞きやすいですね。いいですね。はい。はい、じゃあ、単語から、はい。はい。なんか、あ、はい。一個目が、be visited by。なんか、その、普通だったらなんか、訪問されるみたいな、うん、する。するされ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 る会いに来るみたいな。あ、来てくれるってこと。そう。訪問される。うん。なんか、襲われるって意味なんですよ。災害などね。そう。あ、被災するとか。なんか、普通だったら、なんか、会いに来てくれるみたいな。なんか嫌なあれですね。会いに来て欲しくないですもんね。災害は会いに来て欲しくないですから。では、練習しましょう。Be visited by. Be visited by. はい。で、はい、次の言葉が、coincide with がなんか、同時に起こる。なんか一緒に、わーみたいな。わーって起こる。わーって。はい。はい、じゃあ、coincide。coincide。はい。で、次がなんか、熟成、なんか、フルーツ。うん。まあ、これで、あの、梅、うん、プラムなんですけど、なんか、なんていうの、美味しくなるみたいな。ちゃんと。熟する。そう。美味しくなる、熟するね。伝わりましたよ。はい。ripening。ripening。はい。で、四つ目が、なんか、うん、文字通り、うんうん。文字通りって意味だから、そのままみたいな。うん。うん、が、literary。literary。うん、ちょっと難しい、ね、発音がちょっとなんかあれなんですけど。で、最後が、なんか、ほとんどないが、barely。barely。です。じゃあ今から英語読むんで、頑張って聞き取ってください。はい。みんな聞き取ってくださいね。はい。In early summer, most parts of Japan get visited by a rainy season, so-called 梅雨 or 梅雨。Literally meaning plum rain, because it coincides with the season of
plum ripening. In most of Japan, the rainy season lasts from the beginning of June to mid-July. While it affects the islands of Okinawa about 1 month earlier, only Japan's northernmost main island, Hokkaido, gets barely affected by the rainy season. じゃあ今から日本語読みます。はい。難しいですね。はい。夏の初めに日本のほとんどが、日本のほとんどの地域が雨の季節、いわゆる梅雨に見舞われる。梅雨は、梅が熟す季節と同じなので、文字通り、梅雨を意味します。ね、そう、漢字ね。はい。で、日本のほとんどの地域、日本のほとんどの地域で、梅雨は6月の初めから7月の中旬ぐらいまで続くか、沖縄は1ヶ月早い。日本の北部に位置する北海道だけは、梅雨の影響をほとんど受けない。うん。意味わかりますよね。そうそう。じゃあ、もう一回英語読みます。お聞き取りやすくなりますね、また。はい、日本語聞いたので。いきますよ。あ、まあ、できる方は、シャナの後に続けて読むと、もっと上達しますよね、うん、英語。はい。リサの皆さんもぜひ聞いてみてください。どうぞ。In early summer, most parts of Japan get visited by a rainy season, so-called tsuyu or bayu, literally meaning plum rain, because it coincides with the seasoning of plum ripening. In most parts of Japan, the rainy season lasts from the beginning of June to mid-July, while it affects the island of Okinawa 1 month earlier, only Japan's northernmost main island, Hokkaido, gets barely affected by the rainy season. です。はい、終わりました。終わり。はい。はい、喋り終わりました。終わりました、ね。はい。どうでしょうか。聞き取れました。どうですかね。難しいです。チャイエビタケヤ。今日は難しかったですね。うん、梅雨。そうですね。梅が降ってきたらいいんですか、ね。嫌だ。嫌ですか。じゃなんか友情みんな弁当箱用意して。なんかもしも車の中に引かれたらなんか道路の掃除が面倒。ああ、まあそれめっちゃ現実的。やらないと思うんですけど。ごめんなさい。そんなことはね、ないと思うんですけど。まあ、この中ね、まあ、梅、雨でありましたけどね。まあ、沖縄ではさっきも言いましたけど、数万暴数と言いますね。はい。うん。まあ、梅雨の時期が、そういったこの、二十四節気のこの時期と重なるということで、小満と暴暑、重なることで数万暴数と言いますけどもね。英語では、もう一度、何でした？Rainy season. Rainy season. なんかアメリカとか英語圏の国でなんかないんで、うん、もう雨の時期。うん。なるほど。そのまま。まあこれは本当に日本沖縄ならではですかね。この四季があるやっぱりまあどこでもありますけど、こういった風に綺麗にね、うん、はっきりしてるところに、ね、現れるのがこの日本のいいところじゃないかなと思いますので、まあ、それに対応できない。まあ、英語をね、レイニーシーズンっていう意味だそうなので、うん、分かりやすいですよね、うん、誰が聞いても分かりますからね、あ、この季節かって、うん、そう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 はい、やるんですよね、はい、まあ、ということで今回は梅雨のことについて英語で紹介してもらいました。皆さんもぜひ聞き取れましたかね。もうぜひもし聞き取れなかった場合、また、ちょっと悔しいなっていう方は、ぜひユーストリームの方で、はい、録画されてますので、うん、FM 小座と検索していただいて、そこからこの過去の番組の方に飛んでいただけると、でんでんラジオ、その他にもたくさんの FM 小座の番組あるんですけども、その中で FM 小座のでんでんラジオ、番組ありますので、ぜひ、番組終了後もぜひインターネットの方で聞きますので、聞いてみてください。ちちくみ総理を。はい、ということで、英語のコーナーは、
どうですか？以上です。終わりました。はい、以上やいて。はい、Thank you very much。一平二平デビル。はい。はい、はい、はい、はい。今日も終わりに近づいてますね。はい、終わりに近づいてますね。まあ、明日が、まあ、いろいろこの、先ほどもね、騒がしかったですけど、メッセージが来てますか？ちょっと時間ギリギリなんですけど、一つ。あ、僕ですか？うん、どうぞ。メッセージ来ました。全部、びっくりしました、今。標準語じゃないなと思ったら。ラジオネーム、今日もおかしいな、銀のトロンボーンさんですね。一平二平デービル。はい。はじめまして、チャスさんの新カルチャー、この番組や、チャングトシ、番組な動画や、クリカランいたしく逃げさびらと、いただきました。一平二平デービル。すごい、もうしまくてばでこういうふうに来ていただくって、本当にありがたいですね。そうですね。はい。教えてほしいですね。あ、そうですね。チャンさんが訳してほしいって言ってますよ。チャスさんの進化のチャート。まあ、このまあ、進化のチャーって、わかります？この家族っていうか、その、うん、まあ、この、まあ、勇気言うじゃないですか。うん、で、その家族の方とか、そういった。近い方ですね、うんうん。のこと言いますね。で、この番組は、まあ、この番組は、チャング投資、これちょっと勉強不足ですね、僕も。番組だと方がやと。どういうことですかね。またこの、来週ですね、僕また、宿題で、しっかり答えられるように、持ってきましょうね。綺麗な、戻すの難しいですよね、そうですよね、また。いや、こういうふうにまた、いろんな方々から、このしまくとまた習う意味でも、メッセージでいいですね。そしてまた、ぜひ、この、世のトロンボーンさんのように、このしまくとまでもぜひメッセージいただけたらなと思います。勉強になりますね。はい、僕らもまた全然、しまくとばでも、一応勉強している身ですけども、まだまだね、できてない部分もたくさんありますので、こういったふうに、また、多分、シージャンチャーだと思うんですけど、教えていただけたらなと思います。ぜひ、奈良地君総理。要塞、教えてください。まあ、このこともまた持ち帰って勉強しましょうね。はい。はい。メッセージありがとうございます。一平二平デイビル。はい。あ、嬉しいですね。こういった風に。初めてじゃないですか。しまくてばでメッセージくれるの。はい。ぜひこの、やっぱりこの件もね、しまくてばね、残していきましょうという風にありますので。皆さんも積極的にぜひ使っていきましょう。しまくてばですね。はい。はい。はい、ということで、まあ、エンディングになってますけども、まあ、今週の年齢ラジオのテーマが、いただく感謝ですね。うん、牛がフーデビルということで、やってきましたけども、本当に、いただくことですね。食べ物もそうですけど、今回やったおもちゃのように、昔の人たちは本当に一からそういった、なかった時代からそういった風に、喜ぶことで、邪気を払うとか、ゼロのベースからやっぱりやってきたんですよね。この本当に今僕たちも置かれている状況だったり、ものに対しての感謝っていうのを本当にもっとやっていかないとなというふうに感じる番組でしたね。はい。ということで皆さんもぜひこの、ゆっかの日ですね。うん、一緒にまた学んでいただいて、今後もそういった沖縄の行事も本当に感謝をするような行事がたくさんありますので、そういった意味でも本当に同じ、学びとして、ぜひこの、周りに感謝するっていうこと、周りの周りに感謝することをぜひやっていきたらなと、そして自分たちもね、ぜひやっていきましょう。はい、はい、ということで、今日はお二人のメッセージいただきました。一平二平デビルありがとうございます。クリカラン、どちらね、農事勝ち見装置メッセージぜひ送っていただけたらなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。ユタサルグトゥウニゲサビラ。はい、ということで今週のデンデンラジオのスポンサーさんの紹介をして終えていきたいと思います。はい、老若男女ね、いいようになりましょう。はい、はい、今日のデンデンラジオラジオ子ども大学の時間は、有限会社丸一重機、有料老人ホームニヘデホーム、有限会社ニヘデイビル、熊野整骨院、デイサービスセンターシオン、株式会社三人、寿司海産物石松、ビューティーサロンフレンド、 au ショップネーブルカデナ店、
琉球リハビリテーション学院、アーリーラーナーズ、インターナショナルスクール、有限会社、金城自動車と FM 小里沖縄ハンズオン NPO の協力でお送りいたしました。はい、今週の全然ラジオもみんなでお別れしていきたいと思います。それではまた来週。 See you next week. せーの、またやーさーい。Thank you.